1年にまあ10回ぐらいやってるんだけど、何回も来てっていう方よりもやっぱり初めてっていう方が結構多いもんだから、そして天文台も行ったことなくて望遠鏡を覗いたことないっていう中で行くと、ここの望遠鏡ってのは相当大きい望遠鏡の中で普段見られないような暗い星だとか見られて、ですごく感動してもらえるところが一番嬉しいところなんですね。後で、まあ、2組だから後で時間あると思うから、お月さんはスマホで、あわあ、あ、これが木星、後で言いますけど、はい、あ、木星ね、木星で、土星がここら辺にあってね、月がここにあるの、あ、今ちょっと雲の中で、で、来た来た来た、出てる出てる、見える見える見える、これ見えた、あ、なんか雰囲気リンク、あ、リンクだ、初めて土星の輪っかとか見てとても感激しました。これからもこういう催しが続くことができたらいいなと思っております。星の少ない人は冬寒い時でもやっぱり見に来るんで、それがまたね、やる意味があっていいんじゃないかと思っております。今この星座ソフトを立ち上げまして、で望遠鏡とケーブルにつないで接続がされました。でこれから今ある星を導入したいと思います。動きますので気をつけてください。今インターネットでね、いくらでも写真は星の写真見れるんだけども、やっぱりね、生で見るよっていうね、このいいところをみんなに分かってもらいたいんだけど。